PC の 2290DT の紹介をさせていただければと思います。で、今日お願いするのは、はい、作曲家の田中翔です。普段は、作曲もなんですけど、自宅でスタジオ KPP というものをやっていて、レコーディングだとかミックスマスタリングまで、幅広く、やらせていただいてます。あとはゲーム音楽とかも、たまに書かせていただいてます。今日はよろしくお願いします。お願いします。 TC2290 っていうダイナミックディレイをプラグイン化したものですね。で、この見た目も、本物のその TC2290 のやつをこう正方形にガシャッとこう縮めた感じなので、見た目もあの頃のまま、うん、かっこいいですね。いいっすよね、このとても中二心をマシンが大好きな男の子だとすぐ欲しくなっちゃう。ボタンとこの数字のこのパラメータ出るところとかね、もうパッと聞きのもう音のクオリティというか、はい、なんていうんですかね、本物っぽさ、はいはい、ディレイ、いわゆるデジタルのディレイってただこう音がピョンピョンピョンってなるだけじゃなくて、音色として効果的にエフェクトにこう攻撃的に使えるような印象がとてもして、そうですね、特にこのね、さっきもお話しされてたんですけど、はい、内部にこのモジュレーションできるパラメータが何個かあって、パンだったりとか、これなんかダイナミックスかとかもできたりするので、そのただ単にディレイってだけじゃなくて、何でしたっけ、コーラスだったりとか、フランジャー、フェイザーみたいなものもやろうと思えばできちゃうんですね。そう、そこもやっぱりとても便利なところで、しかもその塩梅が何ともちょうどいいというか、はいはい、そのディレイからタイムを詰めてって、このコーラスになるかならないかの微妙なその塩梅がとてもちょうどよくて、もちろんその過激な、ね、ミックスの音量を上げて過激に使うのもありだし、鮮度とかに立ち上げてうっすら後ろでその存在感を増すみたいな、そのね、そのとても繊細な使い方もできちゃうっていうところがとてもいいと思ってて、はい、回ってますもん、全然そうです、絶対使われますからね。いや、まあ、いいもん、怖い怖い